皆様こんにちは、君島とほこチャンネルです。ご覧くださいませ、姫降臨でございます。よろしくお願いします。美容家の大野真理子さんが今日はもうものすごいお土産を持ってきてくださいました。このクリスマスシーズンだけの素晴らしいメイクアップコレクションがこのように勢ぞろいしております。ドキドキが止まらないっていうものがありますので、じっくりとご紹介したいと思います。はい、まずスタートはディオールからご紹介させていただきたいと思いますが、今回はマリコ様、はい、ベルサイユでございます。あ、ベルサイユなんだ。ベルサイユ、このキラキラは。そう、これもね、このケース、ディオールさんのクッションファンデとか、はい、お好みのものが入れられるんですけど、このなんかこう太陽のようなね、ベルサイユのこれが紋章みたいなのが入っている、これと、それからこれもあのアディクトリップの外側がまたこのちょっと強めじゃないですか、うん、リップにもですねちゃんと彫られてる。そうなんですよ、クリスチャンディオールって、はい、これもコーラルオレンジもすごく可愛いんですけども、うんうん、この限定の製品のこちら、これもちょっとマットなんだけど、ディオールっぽい、はい、オレンジで、これアディクトリップなので、うん、ちょっとこう塗った感じが軽やかで、ね、つ、はい、けやすい、日常使いもできる、うん、これも私ちょっと心惹かれてます。可愛いです。あ、ほらバームみたいな感じで、そうなの、柔らかい、ね、そんなに色が ね、はい、消えない感じなので、うん、柔らかい、うん、つけやすい、可愛いです、ね、もうし、もう一色がね、はい、ガツンと、こっちはねおしゃれな、ほら本当だ、大人色なの、大人ブラウンっぽい。そうだけど今日これきっと塗ったら、うんうんうん、唇の色と相まってね、大人っぽいボルドっぽい色に発色するかなと思います。そうなんですよ、あのグッと赤みに寄せて、うん、あの怖くならない、ハロウィン感ぐらいブラウン味が楽しめる、はいはい、うん、これおしゃれですよね。かわいい。ストゥディオシリーズ、はい、この9色の、うん、これの中でちょっとこの濃紺と水色が、このこうイエベ系のちょっとねピンク系の使いやすいの中に、このブルーが締め色として入ってる、かわいいね。ちょっと一個一個取ると青って出ないけども、うんうんうん、なんかふっと見た時に目が綺麗に見えたりとかするんですよね、うん、このハイライトとかもちょっとここのね水色、水色かわいい。でもね、この水色の中に微細なピンクパールが入ってるんですよ、うん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 、なのでやっぱりそれがつけた時にね、はい、本当にこう清潔感とか透明感につながるので、うんうん、めちゃめちゃ可愛い。可愛いです。この辺のオレンジと、うんうんうん、なんかこの辺とかも合わせても可愛いですよ ね、ワントーンで、ちょっとワントーンメイクにもなりますよね。可愛い、可愛い、可愛い。ネイルです。さっきもありましたけども、ちょっとこう赤みに転んだブラウンというか、はい、なんか多分ね手の肌とかめちゃめちゃ綺麗に見えそうな、うん、そんなカラーですよ ね、手を美しく見せてくれそうです、うん、クリスマスの頃もすごい列ですもんね、うん、そうなんですよ。予約するね、予約しないと、うん、はい、はい、私は RMK をご紹介したいと思います。ザ・ピンクハイアイズブラッシュパレットっていうのが出ています。ここがアイシャドウ部分で、ここがチークでハイライトになってるんですけども、アイシャドウにもチークにもハイライトにもなんとなくピンクが潜んでいる、うん、まぶた全体にのせたりすると透明感がぐっと引き立つパレットになっています。でもちょっとこのグレーとかもスモーキーな、うん、確かになんかおしゃれな色じゃないですか、ね、グレージュみたいな新しいカラーですよね、うん、目の下とかにちょこんと塗っても可愛いかなと思っています。あとはすごく話題になってるのは、うん、こちらのリップ、うん、ででん、このブルーが、先ほどとわこさんもおっしゃってたブルーが本当アメちゃんみたいな感じで、うん、リップルミナイザー、リップグロスなんですけれども、カラーがたくさん出ています。こちらはあのカラーのアメちゃんみたいなカラーのグロスタイプになってます。全体的にそんなに発色はしなくて、うんうんうん、あのニュアンスを足すみたいなもの、なんか唇に透明感をプラスしてくれるような感じになっています。かわいい。そう、これが並べるとすごい可愛くて、目でも楽しめる、ね、あのリップコレクションかなっていうふうにハマっています。これもピンクなんですけれども、こんな感じのピンクの結構パッキリとしたピンクになってるんです。伸ばすとこう目元をパーッと
華やかにしてくれるような透明感が出る、使いやすそう、ね、ピンクになっています、うん、リクイドなのでまぶたにピタッと馴染んでくれてよれたりしないのも使いやすいポイントだと思います。リップとネイルも限定色が出ています。なんかリップこの最近私ちょっとクリーミーな色にすごい惹かれて、うんうんうん、ちょっと白が混ざってるような色がなんかちょっと懐かしくて惹かれてよく使ってるので、これもすごく気になってる色です。アイライナーが2色出ていて、これもカラーライナーなんですけどすごく面白くて、イエローとあのパープルのものになっていて、面白い、目尻でちょっと遊んでも結構しっかりとイエロー出ますね、はい、うんうん、目尻の部分だけピッとかわいい、ね、入れてもかわいいなっていう風に思います。でもやっぱりどっか秋冬の、うん、なんかニュアンスですよね。夏の黄色とか夏のピンクとはちょっと違 う、はい、ね、山吹黄色っぽいイエローと、はい、ちょっとあのパープルっぽいピンクのアイラインになっています。かわいい、かわいい、はい、はいはい、続きましては、うん、私がちょっとね大好きなこのナーズ先生でございます、うん、来ました、チークパレット、かわいい、なんかちょっと外せない色が結構入ってますよね、はい、でハイライトにもなるカラーと、そしてこちらがちょっとこうシェーディングにもなるようなカラーが入っていて、はい、チーク&アイということで、うん、こちらはアイシャドウとしても使えるんですよね。だから今ワントーンメイクなんていうのも流行ってますから、うん、もうこれでなんかもう目元も、はい、チークもいけますね、はい、うんうん、なんかナーズの粉のパウダーってすごくしっとりしてて、肌にのせた時に粉っぽさを全然感じないものがすごく多い気がして、粉目が入っているものとかでも肌から浮かずにしっとり、あの大人の肌にも優しい発色だなっていうふうに思います。今ねマリコさんおっしゃっていたそのパウダー、はい、その粉質のこちら、うん、ほらいつも話題になるこのリフレクティングパウダーなんですけれども、はい、これの限定色が出てます、うん、今回のはなんかゴールドの、本当だ、すっごい繊細なゴールドが入ってるんですよ、うん、その白もあってそこにゴールドが入ってるから、うん、もう毛穴とか毛穴レスなんですけれども、うん、そこにさらにこうツヤ感が宿ってお顔立体的になるタイプ、うん、触りたいです。あ、本当だ、思ったよりゴールドこんにちは、出ますよね、うん、そのキラキラがツヤみたいな、うん、そう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 、ツヤとしてお肌に出てきてくれると思う、ね、うん、ちょっとこう綺麗、その粉質、はい、そのままにのこの溶け込み、かわいい色がどうです、これたまらん、綺麗なシルクの色、ね、もうでも本当に見えないぐらい、でもこのね、うん、発色のあんまりこうドンと出ないのが、はい、なんかこうメイク苦手みんとか、うん、チーク苦手みんにも安心して使っていただける、うん、そんなパウダーですよね、はいはい、アイシャドウなどもありますので、うん、楽しみです、はい、あ、かわいいやつ、かわいいやつだ、もう本当にちょっと、なんとかわいいに決まってるみたいな色、ほっぺが赤ちゃん化現象、本当だね、はい、かわいい、こちらがオーガズムで、うん、こちらがバブリー、え、この2色セットめちゃめちゃ可愛い、かわいい、うん、完璧ね、うん、続きまして私はシュウ上村×田崎さんのコレクションをお見せしたいと思います。パールレベルクラッチアイシャドウパレットです、かわいい、なんか田崎のアイコンであるパールとファングのデザインがですねすごくアイコンとなっているアイシャドウなんですけど、開けてみます、オープン、パカッ、あ、じゃーん、ベーシックなマットなアイシャドウをもあったりですとか、うん、あとはパールのシリーズもあるし、うん、このザクザクラメが両サイドに入ってる黒っぽいザクザクラメ、あ、だから下まつげにあの細い筆でちょ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 ってのせてもアイラインみたいな感じで、確かに、うん、可愛いと思います、キラキラキラーって素敵、はい、いやもう田崎かけるシュウ上村ってもう夢しかない、本当に夢が詰まってる最強同士の、はい、パウダーなんですけど、うん、じゃん、あ、水色の、え、もうこれマリコさんこれつけたら、うん、もう向こう側が透けて見えちゃう系じゃないですか、いやいや透けてみたい、うわ、ね、あ、しっかりくっきりブルーです、うん、見えるかな、と一気に一気に透明感、綺麗ですよね、綺麗、そう、
このブラウンこれ、うん、捨て色なし、ゴールデン、そうゴールデンカラー、こちらちょっとグレーシュな色とかも入って、うん、モードの大人っぽく仕上げるタイプのカラーです。そしてチークにはなんとここにバランスがついているね、エンボスでバランスが入ってます。これはオレンジっぽい感じのカラーになっていて、こっちを先に乗せて上からあのパールっぽいのを重ねてもいいですし、2色混ぜて使っていただいてもいいと思います。こっちはピンク系のカラーです。かわいい。リップはいろいろな、タイプが出ていまして、うん、今まさに手の上に乗っけた感じがそうなんですけど、うん、内側だけ濃く塗ってふわっとした感じに仕上げてもかわいいですし、かわいい色、アイライナーも出ていて、すごい細いタイプの白と黒のアイライナーって、うん、ちょっとこんな感じです。白パールも目尻とかね、目の下とかにピッて引いても可愛いですよ ね。シュウヤムラ×田崎のコレクションでした。はい、デコルテさんでございます。このポーチも話題なんですよね。こちら側がお花の柄で、そしてこちら側がフェイクのふわふわで、これ本当に可愛い、可愛い、大きさもいいですし、ホワイトブリスコレクション、はい、私これ開けた時声出ました。え、なんでこんなに全部完璧なのっていう風に思いました、ね。はい、これはですね、もちろんこのポーチも可愛いんですけども、はい、まずご紹介したいのがこのアイシャドウ、捨て色なし、すごいね、なんかコスプレのアイシャドウって、うん、あ、ホリデーだからもうこのぐらい華やかなのが一色入ってるかなみたいなのが結構多いじゃないですか、うん、そうですね。この捨て色なさすごい、皆さん大好きなこれです、グローライザー、あの今年流行りの白ベージュ系、うん、何のファンデーションに合わせても合うし、こう美容液成分でお肌がずっとしっとりしてて、そう、ついつい手が伸びちゃう下地の、本当です。デコルテさんといえば、はい、7種類の、ね、パウダーが有名なんですけれども、これ見て8番なの。もうなんか感動で泣きそう。そう、8番ということは、はい、もうこの小フレにしか入ってないという、ほらちょっとちょっとピンクね、うん、あ、ただでさえ美しいお手手がマシュマロ、なんかねマシュマロか、本当に自然なパール感というか、うん、ツヤ感が出て、うん、しかもお粉としてすごいしっとりしてる、するサラサラしっとり、ニキッドルージュもこれも完璧、本当に可愛い色なんですよ、このニキッドルージュ、また ね、このケースも可愛いですけども、これも、いや、ほら本当に我々のためにあるコフレ、ね、本当によく分かってくれてる私たちの気持ち、ツヤ感といいこの、うん、血色感ありの、でもなんか赤すぎない、はいはい、そこがうわいいですね。そしてさらにこのお花柄が眺めても幸せだし、本当につけても幸せだしっていうカラーですね。はい、続いて舞子様は、じゃあ私はエトボスをご紹介しようかな。あ、じゃ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 、はい、エトボスでございます。その下地が、はい、今期すごい話題じゃなかったですか。そうなんですよ、ピンクベージュのアイラが入っています、うん、ピンクベージュは復刻版のカラーになっています。大人気だった色の復活ということで、ほんのり肌にピンクを残して血色感だけを優しく残してくれて、とにかく滑らかで、うん、あのスキンケアみたいな、あの感じを、うん、感じてもらえる下地になっています。すごい、うるおってうるうるちゃん、こちらアイシャドウです。大人の目元って最後の締め色でギュッと締めすぎると目がちょっとくぼんで見えたり、うん、疲れてみたりすることがあると思うんですけども、うんうん、ちょうどいい華やかな4色なので、このちょっとマットっぽいカラーもあったりピンクっぽい色もあったりするので、うん、華やかな目元を作っていただけるかなというふうに思います。かわいいですよね、うん。そしてリップはこれかわいい、あ、ね、かわいいですね。だからツヤ感で華やかさを出しつつ上品なモダンな雰囲気なメイクに仕上がるかなと思います、うんうん、モイストシルキーベール、名前の通りすごくしっとり感があるんですけれども、シルキーなあの仕上がりのフェイスパウダーになっています。さあもう本当に胸いっぱいなんですけど、まだまだすごいチームがおりましてですね、はいはい、ルナソルフローズンガーデンコフレ、フローズンガーデン、なんかフローズンガーデンでドキドキしちゃう、もう名前聞いただけでも可愛いじゃないですか、ね、はい、フローズンガーデン、
じゃじゃん。あーかわいい。ね、やっぱりほらあのアナと雪の女王みたいな感じで、ラベンダーというかちょっとこう青みのパールとちょっとこうね、陰影をつけるみたいな感じで、このコフレならではのセットじゃないかなって思います、はい、あ出た。ほらね、結構出ますね、こうなるとただの白、白じゃなくってなんていうのかな、ちょっと伸ばしてみますね。ほらすごい、やっぱりあのちょっとブルー系の何とも言えないこう偏光パールが効きますよね、うん、はい、そしてさらにそのブルーみを楽しめるためのこのクリーミーアイシャドウ、うん、これをもうちょっとねしっかりとこのシマリングジェリー、うん、ピンクフローっていう色なので、うん、ここにも書いてある通り、だからこう水色に見えるんですけど、やっぱり中にぎっしりねピンクのパールが入っているので、見てやっぱりねこうやって指に取ると、本当だ、もう完全に出てくるのはピンク色が生まれる、うんうん、かわいい、かわいい、ちょっとほら、うん、ピンク色が生まれますよね、うん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 、だからやっぱりピンクグローっていう名前の通りで、うん、本当にこうなんだろう、バレリーナのトーシューズとかなんかそんな感じの、はい、あの優しいピンクになるので、うんうん、これをちょっとお顔の中にこうトーンを合わせてハイライトとして目の下とか頬の高いところとか入れても可愛いですよね、うん、ハイライトにも可愛い気がします ね。そしてこのリキッドのリップなんですけども、はい、これは同じようなピンクだと全部が甘々の世界になっちゃうから、ここでキュッとね締めるっていうバランス、大人のバランスで素敵じゃないですか、可愛いね。なんかその明るい色でふわっと透明感を出しつつ、口紅でキュッて締める感じが、バランスがおしゃれ、大人っぽくてすっごく可愛い、可愛いね、はい。そして続きましては、はいはい、と行きたいところなんですけど、皆さんちょっとだいぶ気になってらっしゃると思います。気になります。ポーランド城、もうさっきから気になって気になってこれ最後にご紹介したいと思います、はいはいはい。そしてですね、次は私はアディクションです。はい、アディクションホリデーアディクションファンタジーフリーフォール、今回は1番をご紹介します。チークとリップがセットになっているコレクションになります。私これ気になってたのがやっぱりこのブルーのアイシャドウ、うん、あ、これもブルーが、そうなんですよ、可愛くてブルーとちょっとニュアンスのあるピンクのセットになっています、うんうん、でこのブルーで透明感を出しつつ、うん、出しつつピンクでちょっと甘く締めるみたいな目元が、あ、かわいい、かわいい、めっちゃ可愛いです。これが見た時から恋に落ちてしまい、これは絶対試したいと思っていた一目惚れから、そう、ブルーとピンクのなんか相反するんだけど、並べると重ねると、うん、あのニュアンスが出てとっても可愛い目元が作れるんじゃないのかなと思ってめちゃ気になっていた、はい、ものになります。可愛い。そしてチークなんですけれども、うんうんうん、マットカラーとこのパールの、3色が入っているもので、ここがちょっとマットっぽいからで、うん、こっちがパールのものになっているんですが、混ぜて使ってもいいし、うんうんうん、この別でハイライトとチークとして使ってもいいしっていう使い方ができると思います、はい。そしてリップなんですが、ザ・リップバームグローティント101です。まあ、リップバームみたいなリップクリーム感覚で使えるものなんですけど、うん、ほんのり血色感がつくような色なので、ほんのりね、ほんのりピンクだ、うん、だから見た目の色よりも、はい、あ、色がね、さすがこちらの色とすごいリンクしてますね。リンクしてる色がかわいい。なんか並べてみてもすごい心躍るコレクションが、アディクションらしいなと思っています。いい。そして、はい、続いて私の方なんですけども、これがですよ、35周年記念、うん、このミラコレ、このねパウダー、はい、もう本当に私がこの美容の世界に入り始めた頃から、これは毎年毎年避けては通れないタイプだったんですけども、とうとうこの35周年で、このケースを見ていただいても分かるように、アルフォンス・ミュシャ
さんの羽っていう絵、はい、素敵ですね。これのバージョンになったってすごくないですか。素敵ですね。エンボスがちゃんとこの、うん、あのここにも芸術もうやっぱりね、ここに来るとなんかこう基本に帰るっていう感じで、うん、今いいものもたくさん出てるんだけども、うん、お粉の基本中の基本、美しいってこれだよねっていうね、うん、美の基準をこのお粉がねまたこう思い起こさせてくれる、うん、確かに、そんなミラノコレクションでございます、うん、最後なんですけれども、はい、ダダ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 来ました。ポール&ジョーさんからアドベントカレンダー、これのツアーすごくないですか。これもう女の子の夢が詰まってる。本当これはたまらない、まさにご褒美っていう感じのアドベントカレンダーですけれども、コスメはまず今年すごい話題になった、はい、モイスチャライジングプライマー、リニューアルした、下地になります。これが原品サイズが入ってるんですね。はい、原品です。美容液成分がとにかくたっぷり入ってて、うん、下地の中でもどちらかというとカバー力のある方の下地だと思います。なのでファンデーションを薄くして、綺麗にお肌を整えたい方とかにすごくおすすめの下地になっています。その他にですね、下地ミニサイズでいろいろ入っていて、うん、これがレア、うん、スパークリングファンデーションプライマー、伸ばすとほとんど色は出ず、ほんのりツヤ感が出るようなタイプの下地でした。あとはもうなんかもういやにゃーってか、にゃーもうケースだ。だからお好きな、はい、あのポール&ジョーの口紅をセットすることができて、でもこれポーチから出てきたらもう仕事中とかもすごい和む。わかる、なんか嫌なことがあった時にね、つって乗り出したらもう猫だったっていう。本当に癒される。こちらのタイプはもう疲れたリップでも塗り直そうかなと思って、みゃーこれリップが猫っていう癒しバージョンも、ケースを猫ちゃんにするか、うん、もはやリップが猫ちゃんか、猫ちゃんかね、ていうかどなたが考えるんですかね。本当ですよね、うん、もういいよって、リップを猫ちゃんにしようって決まるのかな、うん、ね、夢がある、かわいすぎる。せーよ、傘に入っちゃった、ちょっとびっくりなんです、うん、コフレに傘入っちゃった傘入っちゃったよ。もうクリスマスシーズンだけではなくって、そうだよ、しかもね、これ内側が黒っていうことは、うん、日傘、みゃみゃ、ここに猫ちゃんがいるの、かわいいのこの子がまた、ですよね、ね、手を出してみちゃったりして、あとこういうポーチなんか、あ、娘のお弁当入れるのにちょうどいいと思ったから、かわいい、ね、本当だっていうようなアドベントカレンダーになっておりました、はい、ということで、なんかもう興奮が冷めやらぬ感じなんですけども、ね、今年のクリスマスコフレを大野真理子さんとご紹介させていただきました、はい、この動画を見ていただいてじっくりお悩みくださいませ、はい、ぜひです、売り場でお会いしましょう、はい、そして、スキンケアの方の今年のコフレの方は大野真理子さんの、ね、ご一緒よろしいですか、はい、チャンネルで楽しかったですよね、はい、ご紹介させていただきますので、はい、この時期のスキンケアでもう珠玉の製品もたっぷりご紹介させていただいてますので、そちらもチェックしていただきたいと思います、はい、この動画がいいなと思った方はグッドボタンを、高評価ボタンを、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで君島十和子チャンネルでした。またね。